ラーナして見ていいですか、西堂 T シャツ買ってくださってでしか撮ってないっすね。始まってましたね。2種類あるんか、あと1種類置いてもらおう。山本さん、ちょっと見せてもらっていいですか。さっきと全く同じ撮り方です。いけるんすよ。始まってるよ。これぞまさに始まってるっすよね。やべえな。引き寄せで真っ赤で奥やったらいいんだ。あ、マジ。のご飯屋さんの娘さんが好きで、あ、そうなんだ。はい、今日のこの動画は三ツ矢を撮るだけの動画になると思うんですけど、あ、三ツ矢動画で、はい、それで使います。で、今日で三つ撮られてるわけですよね。事故ってて調整入った後の難しいですよね、これ。あ、ワンチャン、ワンチャンか。頑張って狙っていいですか。あ、でも移動制限ここか。ラスト押しは使えそうですよね。これどうやって事故ったんですかね。あそこの角にうまく引っ掛けたとかですかね。違う、そうだと思うんですけど、ちょっと初期位置でお願いしたいです。わかんない。この反動でマジわかんないですからね。セキミス狙うしかないですもんね、本当に。来る人によりますからね。そうなんですよね。大先生が作ったら難しい。大先生今日いらっしゃるんですか。あ、帰ったんだ。あ、じゃあもう嵐放題と。ちょっと手前のあそこの角にうまくかかればね。あ、来てるね。お、始まる。あ、悪くないですか。あ、でもね、奥がね、結局滑り止めのあるところに引っかかっちゃってるんで。え、でも左側のパワー入ってたらここが限界か。めっちゃ始まるじゃないですか。え、これマイキー置いてもらっていいですか。喜んで。分かったわ、始まった場所。まあ、4つ分かります。あ、ありがとうございます。角、左で奥かな。違う。ダメですな、これは。やめましょう。え？え？何？いや、もう諦めたんやけど。なんでやろ。なんで取れたか。なんで取れたんやろ。なんでか取れたんですよね、今。気づいたらなくなってます。いや、そうなんですよ。なんでやろ。ちょっとあと2回だけ挑戦していいですか。お、あちら右奥の方をお願いします。取れんかったらやめます。剥がれてるんや、爪が。ちょっと、じゃあこれ置いてもらっていいですか。今見てましたよね。あ、見てました。今のは、分かったのか、逆の置き道か。これは、多分ここの、ここっすね。ここに引っかかり出してたんですよ。だんだんねじかけちゃうからですよ。でも多分そうですよね。まあそうですね。わざとじゃないですよ。恋ではない。取れてるなって思いました。ちょっと、ちょっとじゃあこれ4つ取ることになるかな。その時が来ましたね。諦めてたんですけどね。さっきこの辺やったやろ。じゃあもう取っちゃう。ほら、くっつき出したもん。おかしい。風なかった。でしょうね。いや、これ近年まれに見る事故ですよね。やっぱここですよね。あの、完全にやっちゃいましたら。
前の人の対策に重ねて僕たちの対策も重ねられるってこれ鬼畜だになったわ本当にごめんなさい視聴者の皆さん中二の女の子の笑顔を見るために今日も我々は奮闘しますよ。オッケーオッケー。ああああ、でもう一回右アーム、もう一回右アーム、結構寄せて大丈夫そうですね。二手目は、うん、あ、さっきも多分こんな感じだったよ。ああ、跳ねた。次一回真ん中で修正、はい、あ、これか。この形来ましたね。横にしましょうか一回。早いうちにこの形作ればいいんだね。かかれ。でも縦はめはできそうな感じですよね。縦で取る。さっき横やったから。そうですね。おお、おっと。これ奥取るか手前取るか。あんま沈んでないもんねそこで。そうなんですよ。サイドからかけたいんですけど。側面からこう行った方がいいじゃない。重心的にね、横に倒れそうなんですよね。あ、そうなんだ。なるほど。これでフィニッシュ持っていくのは無理なんで。浅はかなんだな俺を考えた、まあ。なるほど。今やった経験上、サイドでうまく爪がかかればいいんですけど、多分かかんねえんだよな。そのリフトアクションが入ってるからさ。だから一回右アーム寄せて左奥取って。はいはいはい。でも普通に真横に。跳ねるのがいいかもしれない。ごめん、移動制限で無理や。バー上乗せるぐらい。はい、うまく決まってくれれば。あね、これ多分オフ乗るとは思うんですよね。あ、滑らせる。うん、滑らせていいと思うわ。いや、今マジ惜しかったな。回りきらんかったっすね。お、入ってるけれども、お、もうちょい乗せますか。乗せたいね。うわー、怖え。これこの状態じゃ通らないから、この辺バーに当たらなければセーフ。 OKOK、 ちょっとずつこれで一回奥に滑らす。 OK、 おっとこれだね。これ来たっじゃない。あとはもう奥をちゃんと重心より奥をしっかり持って手前に落とす。はい、芸術的っすねこれ。取れたら結構オフ攻めたよね。でそのまましっかりいいと思うよ。うまい。綺麗。なんていうかちょっと確認しないと分かんないですけど、いけましたね。いけたね。いや綺麗やった今の。よかった。三つ矢いきます。横移動バッチリやったらすげえクリティカルヒッツ。ダメやった。横移動が俺下手くそやな。あーちょっとかかりそうやなこれ。かかる。でもねこれはね滑らんかったマジで、うん、ほら、おー本当よ、超ドンピシャ。でも2マスしか進まないっすね今の。結構クリティカルじゃなかった。うまかったと思う。ヒーってやったんですけど、うん、あーでもこれちゃんと実力で目押しできるのがいいわ。滑ってはないっす。あ、そうなの、はい、滑ったり見えたけど違うんだ。あ、これは完全目押しです、この設定は。バーバーは滑ってたけど、マジ滑ってない、これ優秀。よっしゃ、うっそ。あ、一応下がったね。どのラインかな。あ、すごか。 OK、OK、 OK、 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 いいよ。きたー。これは綺麗に決まりました。おー、いいね。あと2回入れればいいかな。ドンピシャであと2回。あー、しまった今。あ、でもいいね。滑ってるように見えるんだけど。なんかでも今は滑った気はしたけど、割とちゃんと止まりますよ。滑りすぎじゃない。これ決まったら超。あ、いいね、めちゃくちゃいい。クリティカルヒッツ。お、すげえ。あとワンヒットやな。めっちゃ滑ったんや今。一番端でやっぱむずいんじゃない。一番端むずいっすね、うん。来た。来た。いいよ。三つや。やったよ。ちなみにアラカルトのさ狙い方なんですけど、端っこをどんどん下がっていくじゃん。目安一番左の景品のどの部分で狙えばいいかって。最初はここの一番左端のここで狙ってるんですけど、うん、景品がさちょっと下がったらこのライン、下がったらまたこのラインで。なるほど。それを目安にやりました。まあ当たり前のことなんですけど。でも、まあまあ、知らない人もいると思うんで一応補足しておきます。
もっかいチャンネル行きつけの定食屋さんです。え、いいですか、ちょっとここじゃあ少し開けて。いいよ、ごめんなさい、お忙しい時に。いや、ほんとすいや、そうなんすよ、三ツ矢が好きでしたよね。いや、もう三ツ矢頑張ってね、取ってきたんで、おほぼほぼリベンジャーズコースで固めたんですけど、娘さんのためにちょっと今回の目玉を、三ツ矢じゃないんですけど、入手困難のチフユは、なんであんの、取れてないんじゃないですか。取れてないとかないもんだって。ですよね。やば。いや、どうぞこれ。おー、すげえ。これは多分手に入らなかったんじゃないかなと思って。いやいやいや、もしよければこれが目玉です。これちょっとこれマジで。あとはまあ三ツ矢とか大将の飲みのお供で、超嬉しい、俺大好きだもん。そうなんですか。このキングフリーケットとキングフリースです。これ三ツ矢入ってるんで、うわ嬉しい。三ツ矢これ結構いい感じで取れた、うん、三ツ矢と、あとこのグリルキーホルダー、これも漫画倉庫ですぐ取れた、ね、まあ、T シャツですね。これはすげえ全部じゃん。リベンジャーズ福袋はね、夢の本当だよね。これはフラッグでなんかこう結構でかいんですよ。大きいっすねそれ。これすごいじゃん、めちゃくちゃでかいじゃん。カメラにバンって貼るようなやつか。そうです。嬉しいな。もう大好きなのよマジで。でこれクッションです。結構大きめの。やば、これも三ツ矢あるんで。こんないいのマジで。いやもういいっすよ。多分俺はこれ全部取れちゃう、多分3万ぐらいからかも。いやいやいや、これ漫画倉庫からかっさらったやつです。これまた出ますね。マジこの回で出るんで。あ、マジ、はいはい、大将の娘さんに取るだけの回なんで今回。マジで、はい、やばラスト、これはもう皆さんで。あ、マジちょっと美味しい。ありがとう。うまいやつ。好きな、好きなやつばっか見て T シャツ買うのよ。俺ほんのこれ着て仕事してるかもしれない。ぜひぜひ、ぜひお願いします。あ、この袋も100均のやつなんですよ、よければ。これに100均、ごめんなさい、ちょっと荷物多くなると思うんで。ありがとう。いやいや、こちら。ありがとうございます。すいません。すいません。すいません、ありがとうございます。車屋宣伝しても大丈夫ですか。バンバンしてください。もう最高の行きつけのお店です。出前館で一番うまいって言っても過言じゃないぐらい、うん、我々はおすすめする店舗なんで、うん、ぜひ行ってみてください。お願いします。おすすめは車屋丼とメンチカツ定食です。縁日丼の社長が今まで食った海鮮丼で一番うまいって言ってました。乗っててもうまいってどうしたのタラちゃん。カツお兄ちゃんが変なことしてるです。食べたことがあるわ。甘くてジューシーでとっても美味しいよね。僕も食べてみたいよ。よかったらご家族で召し上がってください。